山和本像、山和本像は、貝原駅県が編纂した本草書である。1709年に刊行された。明治時代に、生物学や農学の教本が西洋から輸入されるまでは、日本史上最高峰の生物学書であり、農学書であった。現在、江戸時代までの生物学書や農学書の資料は、山和本像以外は残っておらず。 当時の日本独自の生物学や農学を知る上において第一級の資料である。駅検は本蔵項目の分類方法をもとに独自の分類を考案し編纂。収載された品目は1362種。本編16巻に黒録二巻、図譜3巻、計21巻。薬用植物以外にも農産物や無用の雑草も収載されている。また、本は 古典に記載されたものの実態を確定する名物学的側面も持っている。本来の本草学とは薬用植物を扱う学問であるが、この大和本草において日本の本草学は博物学に拡大された。これらは駅典が本草学にとどまらず、農学、樹学、和漢の古典など多数の学問に通じていたからこそできたことでもある。大和本草には 感銘のない品目も多数秀才されている。駅検以前の日本の本造学は本造項目を分析する文献学であった。他の学者は感銘のない日本独自のものは無視して取り上げない、あるいは無理に当てはめるというようなことをしたが、駅検はそれをしなかった。また、図版を多く用いることで理解を助け、カナが多く使われていることも当時の学問書としては異例のことである。 これは液検が学問を真に、世の人の役に立つものにしたいという思いの現れである。液検は自ら観察、検証することを基本とした。この後、日本の本草学は文献学から脱皮し、自らの足で歩き植物を発見、採取する本草学者が現れるようになった。ありがとうございます。